こんにちは、ケンです。今回は皆さん今見てる方でね、スイッチでプレイされてる方結構多いと思うんですけども、まあ実際ね、僕も今ここにスイッチがあるわけなんですけど、やっぱ僕一応ねメインは PC でやってて、まあたまにねスイッチの大会とかあったらスイッチでやるわけなんですけど、やっぱ皆さんスイッチすごい重いじゃないですか。特にスイッチに関しては、FPS が30しか出ないとか、あとまあゲーム機なんでね、そこまでこう軽くもなんないっていう、結構やっぱやりづらい。でもそんな中でも結構建築早かったりとか編集早かったりとか、そういう方も多いと思うんですけども、実際にやっぱ PC を超えるっていうのはなかなか難しいことじゃないですか。で今回ね、僕たまたま見つけたんですけども、スイッチのねハードでも PC 並みに編集とかそういうものを早くできる、そういう設定があるのをちょっと見まして、今回ですねそれを見ながら実際にこうやるとこう編集が早くなりますよみたいなのがあるので、ちょっとそれをね見つつ、まあ分かるとこねちょっと説明していこうかなと思います。その前に皆さん、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。今から5秒以内にチャンネル登録と高評価していただけたら、今後入手できる無料の傘を皆さんにご説明します。それではこちらの画像どうぞ。はい、こちらはですねこの間のアップデートの時に出てきた、無料で入手できる新モードをクリアす、ビクロイすることによって入手できる傘になります。多分今後ねモードが出てきてそれで入手することができると思います。皆さんチャンネル登録高評価ありがとうございます。もしよろしかったらこの動画で参考になった部分があればぜひコメントよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。さあというわけでですね、じゃあ早速見ていこうかなと思うんですけども、 まずねこの方スイッチなんですよ。でまあ本来ね、スイッチだと今みたいな感じ You って書いてあったのもね、あなたですよみたいな、あなたの編集の速度はもうこれぐらいですよみたいな、そういう感じの、最初だったと思うんですけど、これぐらい速くなると、いやえぐくないこれスイッチですからね、ちゃんと右下を見ていただくと、まあちょっと僕ので被ってるかもしれないんですけど、ちゃんと拡大しておきます。ちゃんとスイッチなんですよ。めちゃくちゃ速くない？もう本当にさ、僕より速いですよ全然。 PC の僕でさえ負けてしまうぐらいの速さなんで、いやえぐいね。しかも透明建築までできてしまうぐらいの、いやえげつない速さですね。設定をいじることによって、まあ、元からね編集が速くて、まあそこまでは速くないけどある程度僕も速いですよっていう方は、この設定をやることによってもしかしたらこれぐらいのスピードを得得することができるかもしれないので、ぜひ試してみていただきたいなと。ビフォーアフター、まずまあビフォーだとこんな感じ、まあ結構速いですけどね、これでも結構速いけど、アフターだとだいぶ違うね無駄がないっていうか、すごいす、本当にこれスイッチなのっていうぐらいのなんかスムーズさですね、これ。いやすごいね、こんなに変わる、こんなに変わるのか、えぐいねスイッチでこんなに速くなられたらやばいよね。もう PC だったらもっと速くなっちゃうんじゃないかっていうぐらいの、そういう感じになってしまうんですけど、さあ設定来ましたね。でまずここの設定なんですけど、この方が言ってるのはまず自分のねこうここの設定があると思うんですけど、ちゃんと地域ね、この地域があると思うんですけど、ここの地域をしっかり自分の国に設定すること、まあ、例えばオートとかに、すると思うんですけども、ちゃんとアジアとかにセットした方がいいですよみたいな、まあ一番ね、まあオートでも大して変わんないと思うんですけど、一応この方が言ってたのはちゃんと自分の地域、まあ皆さんだったら基本的にはアジアだと思うので、まあアジアに設定すると。まあこの動画ではね、この方は多分ヨーロッパの方に住んでるという感じなので、まあヨーロッパにセットされてるんですけども、そしてなぜかここで一回なんかカスタムマッチに入っていくと、まあこれは持ってる人少ないと思うので、持ってる人はやってみてほしいんですけど、まあ基本的にはここは別に通さなくてもいいんじゃないかなっていう感じでございますね。 なんかこの動画で一回セット、地域をセットしてからこのカスタムマッチに入るっていう、まあ多分編集マップに入るのかな、おそらくだけど、ちょっとここら辺はよくわかんないんですけども、なぜか一回カスタムマッチをこう利用してくださいみたいな感じだったので、まあ一応ねこの元動画、僕が今使わせてもらってる元動画の方のリンクもあるので、ぜひよかったら元動画の方もちょっと見てみていただきたいんですけども、まあこんな感じで、いやでもこれも十分早いね、やっぱ無駄が全然ないですね、本当にえぐい、もうなんかスムーズな動き。さあそして次ロッカーなんですけど、皆さんスキンね結構いろんなの使われてると思うんですよ。でここで説明されてるのは、スキンはデフォルトのスキンにしてくださいと。これが一番無駄もなくてテクスチャーの容量とかが食わないらしいので、やっぱねこれでまあプレイした方がさらに軽くなりますよみたいな、まあここはね基本的なことだと思うんですけども、さあここですね、設定、この一番右のここのアカウントとプライバシーのとこなんですけど、ここの、テキストチャットと、ソーシャル通知のとこをオフにしてるんですよこの方。あと自動でフレンドインポートっていうとこも、ここオフにされておりましてですね。で一番下のとこ、他のプレイヤーの名前を表示とか、この一番下の4つは下3つがねオフになっているという感じなので、ぜひよかったら1回止めて、ここで1回止めてちょっと確認してみてください。さあそして続いてスイッチの設定になるんですけども、ここのね下のこの
プレイヤーじゃなくて設定、ここの設定あると思うんですけど、皆さんお使いのインターネットあると思いますよね。でインターネットのとこ押してもらって、インターネット設定、ここで自分の繋いでる今インターネットあると思うんですけど、そこにこうまず接続して、まず設定の変更っていうのがあると思うんですけど、そこにねこういう DNS 設定っていうのがあるんですよ。まあちょっとこれ画面見せれないんですけど、まあこういう感じで、ね、画面もあるし、まあ僕のとこでもね、DNS 設定っていうのがあって、これ今ね多分皆さんは今の現時点でね多分自動になってると思うんですよ。でここを一回手動にしてもらうと、優先 DNS と代替 DNS っていう 000.000 みたいな、そういう感じのがあるので、今のとこでね画面に表示されてた 1.0.0.1 みたいな、そういう感じのコード、まあ下は8だったと思うんですけど、上の方をおそらく打ち込むと早くなるみたいな感じの設定があるらしくてですね、まず上の方にこういう感じ1の、やつ入れて、下の DNS にも、さっき書かれた上と下ちゃんとその通りに入れれば多分大丈夫だと思うので、こちら8とかねおそらく関係ないと思うんですよ。だから、まあ、基本的に皆さんが使うのは1の方だと思ってください。なので、まあ、もし分かんなかったらねコメントとかで教えてほしいんですけども、まあ、とりあえず設定をこんな感じですると、これでインターネットの設定は OK。 まあ一応ねこういう感じで、まあ、結構あるんですよね、こういうなんか手動で打ち込むことによってこう軽くなるみたいな。あとこの下のやつか、ここにもこう数字を打ち込むっていう感じらしいんですけど、1473か、ここも一応設定しといた方がいいのかな、おそらく。まあここも多分大事になってくると思うので、これでだいぶ速くなるっぽいんですよね。一応これであんなにスピード変わるんだったらさ、もっと早く教えてほしいよね。ね、本当に 30fps しか出ないんだからさ、もう少しこうね細かく教えてくれてもいいのかなと思うんですけど、さあここで、どんなスピードになっているのかちょっと見ていきたいとこなんですけども、一応今編集をやって、まあそのこの感じで見てみると今変わってなかったけど、あれなのかな、ちょっと今落としてたのかな、スピードを。さあここの編集マップとかね今コード貼られてたと思うんですけども、ぜひ、まあ、ちょっと僕もこれ使ってみたいなと思ったので、ぜひ気になる方はマップコードも一応ね忘れてなければ貼っておくので、ぜひちょっと見てみていただきたいなと思います。多分ねここでさっきの編集、あー見えましたね。早っ、バカ早い。やばいなこれ。いやーこの設定だけでこんなに速くなる、まあもともとねこの方がすごい速いっていうのもあると思うんですけども、だとしても速すぎる。いやこんな速くいかんもん多分。だからね相当、まあ、ラグとかもこの今やってきた設定とかでだいぶ減ってると思うんですよね。なのでちょっと これぜひ試してみていただきたいんですけども、いやすげえなマジで。スピード全然僕より速いですからねこれ。いやえぐすぎ。うまくこう今の手順でやっていけばこうスイッチが軽くなると、今動画で見てもらったような速さを手に入れることができるかもしれないので、ぜひ気になる方は自己責任でちょっとやってみていただきたいんですけども、いやでももし編集ねちょっと今もう結構速くなってるのに、もうなんかラグとかのせいで全然速くいかないっていう方にはぜひちょっとやってみていただきたいなと。はい、というわけでですね、今回はスイッチ勢の方のさらに編集とかを早くする、まあ、裏技みたいなものを今回紹介させていただきました。まあ、実際に元動画が下にあるので、ちょっとね僕の説明じゃ分かりにくいっていう方は、まあ、翻訳ちょっとがばいんですけど、その翻訳見てもらったりとか、まあ、あと設定の部分ね、なんか分かんないことがあればコメントとかでもし確認できたらちょっと編集しようかなと思うので、ぜひよかったらそこら辺の設定頑張ってみてください。というわけで、今日の動画は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。